ということで本日はこちら、ガラノメ、キノトウ、コゴミ、アスパラガスですね、お野菜をね、天ぷらやってみたいと思います。ということでよろしくお願いします。はい、ではキノトウですね、まずこれ洗いましょうね。はい、ではこの丸い部分ね、これを切り落とします。はい、ではこの外側のガクの部分をね、剥がします。汚れてる部分ですね。で、これを手で裂いてと。水につけます。で、全部やります。はい、続いて小ごみですね。はい、ではこの先端の1センチほどを切って柔らかい先端の丸まった部分と茎と切り分けてと、これもまた水にさらしていきましょう。はい、はい、タラの芽ですね。はい、先の部分をね、切り落としまして、この葉かまの部分をね、削ぎ落とします。10分ほど水にさらしてアクを抜きます。はい、アスパラガスですね。これはですね、軽く洗ったら、ね、自然に折れるところで折るそうです。ここですね。これは水につけずにこのまま使います。はい、冷水 500cc ですね。卵一つ入れちゃいます。はい、いいでしょう。この上のね、ふかふかした部分は捨てますね。はい、小麦粉ですね、卵液と同等を使います。なので 500g ですね。はい、では小麦粉ですね、 300g ありますけども、少しずつ入れながら混ぜていきます。はい、少しダマがある感じになりましたね。では揚げていきます。はい、ごま油ですね。はい、ではアク抜きが終わったので揚げていきましょう。はい、では打ち粉しましょうか。軽くはたいてとね、油も塗りましょうか。大丈夫そうですね。はい、では揚げていきましょう。まずはアスパラガスからですね。
ゴミの茎です。腹の目もいきます。昨日と行きましょうかね。ではいただきましょう。完食でいきましょうかね。フキノトウからいただきます。ほろ苦くて最高っすね。それでこごみの茎の部分ですね、丸い部分絡まましたね。アスパラガスも
最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。